アメリカ議会図書館にある最古の地図。地中海の羅針儀海図。14世紀前半末頃のモノ羅針議会図は、港や海岸線を写実的に描いた公開用の地図。1300年代、イタリア、スペイン、ポルトガルで制作されたのが始まりである。大公開時代には、スペインやポルトガルがこれらを国の秘密とし、 大西洋やインド洋の海岸線を描いたものは、後発のイングランドやオランダにとっては、計り知れない価値があった。ポルトランとはイタリア語の形容詞ポルトラノに由来し、港と関連するという意味である。もともとは、中世ヨーロッパ人が地中海や国海を搬送した、経験をもとに、大まかな海図を作ったもので、 その後大西洋やインド洋についても海岸線の地図が作られていった。大航海時代初期には主にイベリア半島でアフリカ、ブラジル、インド、さらにはマラッカ海峡を越えて日本まで海図に描かれるようになっていた。この知識はイギリスやオランダが遅れて航海に乗り出す際に重要な役割を果たした。洋費に描かれることが多く、 海岸線の特徴と港が描かれている。当時の船は今よりも小さく、嵐の際には港がなければ入り江などに避難することがあり、また砂浜に引き上げて修理することもあったため、海岸線についての情報は重要だった。したがって航海者にとっては港だけでなく入り江や砂浜が特に重要だった。多くの羅針木海図には放射状の直線が、 描かれているが、これはその交点における32方位を表している。後の海図や地図に見られる、羅針図に似ている。羅針ギ海図は、ペリプルスの正確な記述と、概念的なトゥーズの装飾的イラストを組み合わせた、ものだった。海岸線は、写実的に描かれており、当時の航海者はそれらを、実際の航海に使っていた。羅針ギ海図は、 地球の丸さを考慮していない。そのため、周辺に何もない対応を当たる際には役に立たない。その代わり、海岸線の特徴はよく捉えており、特に地中海、国海、航海といった狭い海域での航行には便利だった。現存する最古の羅針技改図は、カルタ・ピサナと呼ばれるもので、1296年頃のものとされている。 また、地図制作者、アンヒリノ・ドルチェルトが1339年に制作した、ラシンギカイズがある。フランチェスコ・マリア・レバント、プリマ・バルテデロ・スペッキオ・デル・メア、ゼノア、G ・マリノ・ EB ・セル、1664、ディスポニビレ・アンケ・インリ・スタンパ・ーノ・スタティカ・デル、エディツヨーネ・オリジナル、ギャラティナ、コンジド、2002、コンラート・クレッティマー、第、 イタリオニスカンポータレーンでミタロールタース、エインバイトリッガツワゲシヒテデアカートグラフィーウント、ノーチン、ベルリン、ビラーフフェントリーチュンゲンデアンスティチュファーミリスクンデ、ウントデジオグラフィスカンインスティチューツ、アンデアウニーベルシテーツベルリン。ボリューム13、1909、バッチショーライモンドモートゾ、イルカンパゾダナビガーレー、オペライタリアーナデラミタデルセックロサーティーン、カリアリ。 アナライデラファコルタディレトレイ・フェロソフィア・デル、ウニバーシタディ・カリアリ、エート、1947。パトリック・ゴーティエ・ドールケー、カルト・マリン・イ・ポータルン・エー・ c シ・シエクル、レライバー・デ・エジステンシア・リビエリアラム・イ・フォルマ・マリス、ノーストリー・メディテレーニア、ピセ、サーカ1200、ローマ、エコール・フランセーズ・デ・ローマ、1995。ありがとうございます。